ヘルさん余裕だね。もうね、全然怖くなかったよね、トンネルね。これでもう大丈夫だ、次からね。いや、朝6時、5時、ね、半ぐらいから歩き出してね、このトンネルに6時ぐらいに着いたっていう、めっちゃ歩いてるっていうね。ベルもね、来月から歩けるから。さっきもね、すごい降りたがってて、なんか野に咲く雑草をね、すごい匂いを嗅ぎたかったみたいで。ね、来月あと1ヶ月我慢だからね。よし、じゃあ行きましょう。出口です。明るくなってきた。今日はちょっと曇りだね。あー、眠たい。また寝ちゃうかな。はい、トンネル出ました。よかったね。走ってる人がいるよ。後ろから走ってくる人がいるみたい。この世は特別な世界。